にちは、あまねこです。今日なんですけど、やってきました、横浜中華街。じゃん。はい、今日はですね、ホンダ NSX 君に乗って横浜中華街まで来たんですけど、今駐車場から降りてきたら外がめっちゃ暑い。やばい、今日31度とかまで上がるらしくって、真夏なんですよ。で、今日は中華街に来て、これから買い食いもするもいいんですけど、新しくチャイナドレスを新調したいなと思っております。まあ私もコスプレ界でちょこちょこチャイナドレス着てるんですけど、今日はね、チャイナドレスを中華街に調達ということで、中華街これから散策していきたいと思います。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。あ、暑い。今日めっちゃ暑くて、ちょっと日陰が欲しくて、信号待ちの間だけこの看板の陰に隠れるという。あ、青になった、行かなきゃ。あ、これからの季節は撮影がしんどくなるんだよな。外に出るたび汗だくになって、汗だくの見苦しい姿を YouTube にさらさなきゃいけないという。さあ、汗だくになる前にまずは腹ごしらえということで、ご飯探したいんですけど、どこに行こうかな。ランチメニュー見つけました。この辺しっかりあれだね、小籠包とかもセットになってるし、暑いから早く中に入りたい。もう今日はここでいいかな。上元楼さんかな。じゃあ入っていきたいと思います。やっぱり中華街といえば小籠包。じゃーん、来ました。めっちゃ美味しそう。なんかいろんな味がついた小籠包らしいんですが、何が何の味か忘れた。それじゃあ早速いただいていきます。小籠包ってちゃんとこうやって割ってあげてから食べないと破裂しちゃうよね。いただきます。最高。涼しい店内で食べるこういう熱々のご飯がいいんだよね。じゃん、セットの担々麺来ました。やっぱりラーメン好きの私としては担々麺は外せませんでした。ごまとエビの味をする。うん、めっちゃ美味しい。はい、ということでご飯を食べましてお腹いっぱいですので、ここから本題のチャイナドレス探しに行きたいと思います。うわー、人多いな。いや、チャイナドレス着てるお姉さんいるから、多分どっかに売ってんだろうな。あ、こことか売ってそうだな。ちょっと入ってみよう。研究所の調べでは、膝の辛さに悩む男女が選ぶヌルグルコサミンランキング。はい、ということでチャイナドレスに変身完了しました。イエーイ。だいぶ中華街っぽい装いになったのではないでしょうか。で、ここからね、軽く食べ歩きしてから NSX 君でドライブしたいんですけど、もう喉がカラカラなんで、まずは冷たい何か探しに行きたいと思います。でもチャイナドレス着て歩いてる人、さっきお姉さん着てたんだけど、でもそれぐらいだな。数で言えばそんなにいない。でもやっぱどうせ中華街歩くならチャイナドレス着たくないってことで、今日はチャイナドレス買ってみたんだけど、どうでしょうか、似合ってますでしょうか。この辺の何か TK を飲もうかな。何が欲しいですか。いちごミルクティーとバナナミルクラテと、あといちご飴お願いします。はい、いちご飴どうぞ。あ、はい、お、早い。じゃん、いちご飴ゲットです。美味しそう。なんかこういうフルーツ飴流行ったよね。最近全然食べてなかったけど食べたいと思います。ではいただきます。お、なんかなんか崩壊。硬くて飴の部分しか食べれなかった。うん、いちごミルクラテも来たんで、これもいただきます。下にちゃんとタピオカ入ってる。うん、タピオカがぬるい。解凍したチョコがなるかな。平和だね。
ねえハトさん、いちご飴食べるかい？あげないけどね。ピシー、怒られちゃったどうですかチャイナドレスは。そう、ちょっと黒色とこの色と悩んだんだけど、黒がブカブカだったからこっちにしたんだよね。でもこれもなんかお腹のところはすごい布余ってるし、体にうまいことぴっちりといかないというか、どうこう取ってるんだね。え、お尻、足どころじゃなくてお尻が見えてる。それはやばいよいしょ。あ、これ登れるかな。ちょっとドレスで登れる気がしなくなってきた。あ、足が上がらないから登らない。ダメだチャイナドレスには厳しかった。滑り台がすごい熱いことになってる。いや、ダメだ、危険だ、やめよう、ね、サンタさんがいる。チャイナタウンにサンタさんってすごい似つかわしくない。しかも今めっちゃ暑いんだけど、季節外れすぎ。それにしても暑かった。車内がどれだけ快適かってすごい身をもって実感してます。エアコンが気持ちいい。でもどうでした、久々のチャイナ服。あ、そうなんだ。うーん、そっか。まあでもチャイナ服の方がどうかな、大人っぽさあるよね、ちゃんと。あー、そっか、なるほどね。タイトな感じで体にぴっちりラインがつくし、あとはスリット入ってるしね。そういう露出的なあれとはなんかまたちょっと違うかもだけど、エロさがあるよねそういうこと。そっか、 JK 業種はまずいけど、チャイナドレス業種はまあまあまあ確かに、なんだチャイナドレスだみたいな、ちょっとそこにね、物珍しさに反応してる感あるもんね。でも今日暑かったからかな、なんか一気にどっと疲れた気がする。全然運転してないのにな、横浜の方向まで軽く走っただけなのにめっちゃ疲れちゃった。あと中華街結構人多かったんだよな、こんな暑い日にもかかわらずすごい行列ができてたりと。みんな暑さとか関係ないんだな。あ、そう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 、前回488スパイダーで原宿行ったけど、それよりも声かけられたよね今回。動画に撮ってないからあれなんだけど、すごい視聴者さんに、あ、まねこさんですかっていっぱい声かけてもらいましたね。 NSX の方がやっぱ目立つんだよ。確かに視聴者さん結構 4,50 代の人が多いんだよね。男性に限らず女性もそれぐらいの年代の方が結構多いんだよな、意外とね。そう、それもなんか面白かったねなんか男性視聴者だけなのかなと思いつつも、実は女性視聴者さんも全然いるっていう、夫婦で見てますっていうのがなんか恥ずかしいねみんな気を使ってくれてるのかね、そんな風に。実物も綺麗ですねって言ってくれてありがたいですね。まあもしかしたら私がそう言えよみたいな圧をかけてるのかもしれないんですけど、なんか優しい方が多くてありがたい限りです。はい、ということで今回は横浜中華街行ってきました。暑い日にもかかわらず結構な人がいましたね。こんな感じでちょっと歩行者天国になってるんで、一部のところは車で行けなかったんですけど、まあでもちゃんと今日の目的であるこのチャイナドレスの新調というね、目的は果たせましたし、うん、美味しいものも食べれたし、まあまあこんな日もありかなってところですかね。前回のコスプレの動画でチャイナドレスが見たいっていう人もいたんでね、そのコメントをしてくれた方たちにはちゃんとお返事がこれでできたのではないでしょうか。まあ、今後も何か私にしてほしいコスプレがありましたら、ぜひコメント欄に書いていっていただければと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。直す服ね、入手どこでできるかな。なんかちゃんとドンキみたいなので売ってる安いやつあんまり嫌なんだよな、ペロペロのやつ。いいやつないかな
ガチなやつはどこの病院かってバレちゃうと思うからなあ要検討ということで。